皆さんこんばんは、上水幸でございます。サイコパスのラジオ、ぜひ最後までお付き合いください。今日は月曜が億劫な人というお話をしたいと思っています。これまたクラブハウスの事例で申し上げるんですけども、まあというのも僕の人間関係のほとんどが今ね、人間関係というかその人とコミュニケーションすることのほとんどがですね、まあ職場の人か、クラブハウスかってなってるので、どうしてもね、いろんな話をしようと思うとクラブハウスでこんなことがあってみたいな話になるんですけども、まあ別にクラブハウスの話であればそこであった、お話とかそこで出会った人のからね感じたこととかそういうことをねお話ししていくので、まあ、別にクラブハウスの話をするわけではないので、まあ普通にお話を聞いていただければ嬉しいなと思います。で、まあ、週末ですね、ものすごくこうなんだろうな、いわゆる高校生活のようなノリでですね、まあ、学校が始まって友達作るようなノリで、そのいろんな部屋でいろんな方とコミュニケーションしてたんですけども、で土曜日の夜にむちゃくちゃこう盛り上がって、楽しく話してた部屋の人はですね、次の日にですねすごいもう億劫になっちゃってるんですよね。億劫になっちゃってるっていうのは何に億劫になってるかというと、月曜日に対して億劫になっていると。で、まあ、もう今から月曜日が来るのは怖いみたいなことを言ってる人たちが集まってる部屋があって、そこに、なんだろうな、そこにというかその部屋を開いているのが土曜日ですね、キャッキャ一緒に遊んでた人が、まあ、月曜日怖いっつってもうすごいどん底みたいな部屋を立ち上げているっていうね、この状況って面白いなと思って、まあ、その部屋に入ってみて何がそんなに辛いんだろうということを、インタビューしていったんですね。で、単純にその月曜日から仕事が始まるから嫌だっていうことなんですけども、それがじゃあ仕事が始まるから嫌だっていうのはざっくりしすぎているので、具体的に何がしんどいのかってことを聞いていったところですね、一人はですね、まあ朝起きることが辛い、そして、通勤のね満員電車が辛いってことをおっしゃってました。それだけですかって言うと、それだけですって言うんですね。だったらこれからね、まあその方なんだろうな、まあ音声だけなので年齢わからないですけども、例えば40代ぐらいの声だった、まあ、40だとしましょう仮に、あとね何十年かその毎週朝しんどいなって言いながら生きていくわけですよね。年間なんだろうな50何週ぐらいありますよね。だから50かける、何あと30年として5、3、15、って感じじゃないですか。何回そのなんていうのかな、月曜日やだなって思いながら生きていくんだろうって、僕だったら、そういうふうに計算しちゃうんですけども、まあそういう感じで生きていくみたいです。それだったらここの数年間とかをちょっと歯を食いしばってなんか勉強なりスキルつけるなり、こう分かんないその人脈を作るなりっていうのはやり方はちょっといろいろあると思いますけども、朝起きなくていい仕事、そして、通勤しなくていい仕事っていうのを、につけるようにすればそのストレスってなくなるのに、どうして、毎週月曜日きついなとか言いながら、地獄を見てるんだろうということを思いました。でもう一人の方はですね、まあ連絡が来まくると、まあ、いわゆるねもう今ってこうその SNS とかなんだろうな、チャットでねバリバリ仕事の連絡って来たりするじゃないですか。だからそれがもう通知ラッシュでもう疲弊してしまうってことだったんですね。で、まあ、実際しんどいですよね。チャットが来まくるの僕も結構苦手で、なんだろうな、無駄なチャットが多いなと思ってて、どうでもいいことをチャットしてくんだって思ってしまうからですね。あ、そう仕事だったんですよ。なのでどうでもいいチャットが何百件ってなっていくとやっぱりそれはストレスだろうと思うし、もちろんその中に大事な情報とかも入っていて、その大事なやつと大事じゃないやつを見分けるみたいな、労力というかですね、なんだろうな、それが今発生していて、なんだろう、仕事を増やしてますよね。コミュニケーションを、いわゆるできるようになったから、遠隔でね、でチャットで、同期せずに自分のタイミングでできるようになったんだけども、やっぱりメッセージを送る人間のいわゆる道具はインフラは整っているんだけども、送る人間が結局ポンコツだとどうでもいい情報が紛れ込んでくるということで、結局、ゴミと、宝を、より分ける作業っていうのは人間がやらなきゃいけなくなっちゃうってことで、まあかえって仕事が増えてるよねって思うんですよね。だからその方なんかは、まあ、そういう言い方はしてなかったですけども、結局そのメッセージの対応に追われて、すごく疲弊しているということで、もう今から月曜日は怖いということを言ってました。であれば、まあまあ極論ですけども、そういうメッセージが来ないような仕事をすればいいんじゃないか、来ないというかね、その何百件とかいうメッセージがボン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 って来ないね、そういう仕事に就けばいいだけじゃないかなと思うんですよね。で、まあ、こんなこと言うとね、やっぱりその
厳しいというか、いうふうに思われるかもしれないですけども、先ほども言いましたようにですね、何十年間、そして毎週その月曜日やだなって思いながら人生を歩んでいくのってそれこそ厳しいなって僕は思うんですよね。僕はやっぱそのいかにそれいう継続的に来る、そして原因が分かっているもの、苦痛を逃れるかっていうことはすごい考えるので、なんかなんだろうね、その苦痛を我慢してでも得たいものがやっぱりあるっていうことなんでしょうね。でそれが例えばなんだろうな、目標があって、高い目標がそこに向かって、進んでいってる途中なんだって思っていたら、多分月曜しんどいみたいな言い方は多分しないと思うんですよね。全体的にしんどいけども、そこに向かって頑張ってますみたいなことになると思うんですけど、そういう感じじゃなくて、あ、月曜しんどいなってなってるってことは、まあ、大した目標もなくですね、なんとなくこう生活を維持するためにお金っているよねとか、まあ、社会的に、なんだろうな、バカにされないためにはある程度の職についてないといけないよねみたいな、そういう見栄とかね、あとはそのね、生存欲求みたいなものとか、そういう欲求レベルのものによって、なんだろうね、こう惑わされてるというか、本当にありたい自分の状態みたいなのがこうぼやけてしまっている気がするんですよね。なので、生きていかなければいけないという事実がある、そして、まあ、社会的にこう見られたいという自分がいる、そして月曜日がしんどいという自分がいる、この3つがしっかりね、矛盾し合っている状態で苦しんでいるんだろうなと思いますので、それが矛盾しないような、バランスっていうのをどう取っていくかっていうのは人それぞれだなというふうに思います。極端な話、生活保護もらって、暮らすこともできるわけですけども、それだとなんか、申し訳ないとか、なんとかとかっていろんな気持ちが湧いてきてね、ダメだっていう方もいるのかもしれないしっていう中で、結局自分がちょうどいいバランスを取らないといけないんだけども、少なからずですね、月曜日毎週しんどいって、言ってるのはバランスが悪い状態かなというふうに思いますので、何かをね、何かをというか、まあ、どう考えても仕事なんですけども、仕事をね、何らかの形で見直さなければならないんじゃないかなということを、思いました。なんかね、そのやっぱ普段関わらないような人と関わるので本当に面白いですね。そうやって月曜日しんどいって言ってる人、僕の周りにはあんまり、いないんですよね。いないし、僕自身も月曜日しんどいとかはない。まあ案件によってしんどいことはあるけども、案件によってしんどいっていうだけであって、そのこの曜日がしんどいみたいな感じではないので、まあ、その辺はね、しかもその暗記によってしんどいっていうのも、まあ、ゆくゆくそういうのを自分がやらなくていいような感じに持っていこうみたいなのも、計画しながらやっているので、だから自分のその痛みというか辛いっていうポイントをちゃんと理解して、それを、なんだろうな、上手にね、その拒絶するんじゃなくて上手にどうこう排除していくのかっていうことは、計画立ててですね、やっていけば、いわゆるその嫌なことはどんどんなくなっていって、まあ、自分にとって大事なことが残っていくっていう感じでですね、生活を組み立てていけるんじゃないかなというふうに思います。だから月曜日が億劫な人っていうのは捨てられない人なのかなというふうに思います。捨てるべきことを、その単純にね、パッとさっき言ったみたいに拒絶はできないと思いますので、段階的にこう捨てていく、そういうね、なんだろう、計画というか、そういう計画と実践が必要なんだろうなというふうに思います。捨てる勇気みたいなものが必要なのかなと、思った次第でございます。月曜日がね、億劫な全ての人にお送りいたします。本日は以上でございます。またお会いしましょう。さようなら。